皆さんこんにちは、武田学校講師の武田恒康です。それでは授業を始めます。今日はですね、テーマはこちらになります。はい、朝廷と幕府の立場が入れ替わる。はい、まあ、これまで朝廷はですね、もう一度ね、家康を征夷大将軍に任命してからというもの、ひたすらもう大政委任をした後はですね、政治的意見を言うわけでもなく、ただただ歴代将軍を任命するだけでしたね。誰にするかというのを選ぶこともできませんでした。幕府の言うなりにですね、任命する。朝廷はそれだけだったわけです。むしろ朝廷が力を持って動いたりとか、そういうのを幕府が嫌ったわけですよね。で、周りの、大名とかが朝廷と通行することもですね、一切禁止されていたわけなんです。これが崩れた時、江戸幕府が終わる時だというのは、おそらく家康が思っていたことなんですが、その通りになりました。で、まあ、前回の話の続きですけども、無断で条約を結んだということに対して、孔明天皇はぶち切れて、もうやめると言い始めるわけですね。ただ周りの、ね、朝廷の首脳たちは幕府に対して申し上げが立たないですから、陛下なんとかお静まりくださいということで、母語の密勅、母語というのはその年の監視ですけども、密勅、まあ、密勅なんていう大げさなものじゃないんですけどもね、母語の密勅って何かと言いますと、水戸藩にお手紙を出したんですね。はい、でもこれはもうこの番組ね、ずっとこの授業を聞いてる人は知ってると思いますけども、近中並びに公家諸法度という、まあ、徳川幕府が朝廷に対して課した法律がありますけども、その一番の趣旨としては、天皇は政治に関与してはいけない、そして、徳川氏が天皇朝廷との通行を独占するのであって、ね、周辺の大名とかは直接手紙をしたり接触したりいけないよと。あくまでも、朝廷は徳川家丸がかりですよというルールでしたよね。で、たとえ徳川御三家といえども、ね、天皇がそこに手紙を送っちゃいけないんです。送るのも犯罪です。そして徳川御三家であろうとも、ね、実際に受け取ったのは水戸藩ですけども、天皇から来た手紙を受け取ってはいけないんです。ところが、ね、天皇は水戸藩に手紙を出しました。で、水戸藩はそれを受け取りました。まあ、密勅っていうから、なんかね、幕府を倒せみたいな、そんな内容かと思ったら、全然中身大したことないんですよ、ね。水戸藩は徳川の御三家なんだから、しっかり将軍を支えてなんとかね、頼むよという程度の内容なんですね。密勅でも何でもないんです。でも、まあ、幕府としては一応弱り目になると凶暴になりますよね。余裕のある時は多少いいんですけども、弱ってる時は凶暴になります。いや、これ認めたら、諸藩がね、天皇とやり取り始めたら、それこそ幕府が滅びるというふうに危機感を募らせたんでしょう。そしてこの、いい大老の、まあ、面目が丸つぶれになったということがあってですね、そして何が起きたか有名ですね。安政の大獄が起きるわけですね。ですから、まあ、いい大老はもうね、手紙を出すのに関わった人をとことん処罰していきます。手紙を受け取ったのに関わった人がとことん処罰されていくんですね。関係ない人もだいぶ殺されました。例えば吉田松陰先生もこの時に、殺されましたね。あんたみたいな人がこういう思想をやってるからこういうことが起きるんだみたいな、なんで関係ないでしょうというところですけども、吉田松陰は処刑されます。梅田運賓も殺されますよね。で、天皇自身、幕府が天皇を処罰することはこれはできませんよね。だって将軍は天皇から任命されて、それで幕府に成り立ってるわけだから、将軍ごときが天皇を処罰したら、これはちょっとおかしなことになりますよね。そこで、朝廷の、まあ、有力な公家たち首脳をもうバッサバッサ、処罰していくわけですよ。幕府が公家を処罰するんですね。そして受け取った水戸藩の関係者ももうバッサバッサ殺されていくわけです。これはただね、簡単なね、はい、君警告みたいな、注意みたいな程度だったらまだしも、本当に処刑していきましたからね。本当に恐ろしい大獄ですよ。安政の大獄、これほど幕府が凶暴になるということは、それだけ幕府は弱まっていたということの証なんですけどもね。はい、そして安政の大獄の後何が起きたかといったら、
有名ですよね。万延元年1860年、桜田門外の変が起きました。平井直輔がですね、水戸の浪士に暗殺されるわけですよ。水戸藩相当怒ったんですよね。自分たち徳川御三家だぞという思いがあるわけですね。天皇からの手紙受け取って何が悪いんだと。そもそもあんたがね、いい大老がね、勝手に朝廷の命令に違反して条約を結んだ、それがことの発端じゃないのかと。なんで水戸藩の、ね、重鎮が次々と処刑されなきゃいけないんだ、ふざけんなということになって、で、まあ、藩士の立場で暗殺するというまずいのでやめて、浪人となって、ね、待ち伏せて一気に殺したわけですからね。これ安政の大獄です。はい、大老が暗殺されました。もうこれ幕府にとって最悪ですよ。まあ、幕府の事実上のトップ、ね、大老が暗殺されたわけですから、これでもってただでさえね、ほら、だってもともと幕府力弱まってたでしょ。本来であれば将軍の鶴の一声でまとまるべきことがまとまらなかったね、意見百出になっちゃって収集できなくなっちゃったから、しょうがないから天皇に一言 OK って言ってもらって全員黙らせようとしたら、天皇もダメだとおっしゃったわけですよ。でもそれじゃあどうしようもないからって言って天皇言ってることを無視して勝手に結んだんじゃないですか。もう幕府がもう全然力を発揮できてませんよね。そういうですね、堀田正義というね、老中主座の失策をきっかけとして井伊直弼が大老になったけれども結んじゃった、ね、そしたら母子の密勅が出て徹底的に弾圧をした、そして自ら殺された。何やってんのって話なわけですね。もうペリー来航以降幕府はもうボロボロなわけですね。はい、でこの次の流れはどうなりましたかといったらここですよ、ね、もうよりも呼び戻しというか、より戻しが起きるんですね。だいたい右に触れたら左、左に触れたら右というのよ、なんかこう原理がありますよね。なのでこういういい大老の方にね、もう朝廷に対して強硬に出ると。そして公家たちも弾圧した。で本人殺された。でどうすんのって言ったら真反対に行くわけですよ。で次の安藤政権なんかはですね、朝廷と融和しなきゃってなるわけです。もう幕府はもう相当弱体化してますよ。まあ、これはもう朝廷の力を借りながらね、孝明天皇様がね、幕府を信任してくださるという、そこでもってだからもう天皇の人気うなぎ登りですからね。ですから御所千の前にもそう、もう全国の諸大名が天皇の意見というものを聞いて、これはやっぱ開国しちゃダメだというふうに意見を、ね、改めた大名もいるわけですよ。大名だけじゃない、その下級の公家もそうね、幕府のね役人も旗本とかもそうですよ。これはちょっと天皇の言うことに分があるなっていう、天皇に人気があるわけですよね。だからもう幕府としては天皇の人気にすがるしか、もう幕藩体制を維持できる方法がないというところまで落ちぶれてしまったんですね。そこで、この幕府の中の公武合体派、公武合体派というのは、朝廷と幕府がね仲良くやっていこうっていうね、だから朝廷の中にも公武合体派がいるわけですよ。まあその中心が岩倉具視なんですけどね。そして幕府にも公武合体派がいるんですね。いい大老の後に政権を掌握したのが、まあ、安藤信正政権ですからね。まあ、ここら辺の、まあ、集団指導体制を敷いていくんですけども、こういう幕閣がですね、朝廷の公武合体派と水面下でしっかりとつるんでですね、話を作り上げました。これです。皇女和宮の効果です。和宮というのは孝明天皇の妹です。はい、天皇の妹が家持ちと結婚する、将軍家持ちと結婚する、これ目に見えて分かりやすい公武合体ですよね。天皇の妹が将軍に嫁ぐわけですから、そらもうね、天皇と将軍仲良し小良しっていう感じで目で見て分かりますよね。分かりやすいと、まあ、こういうことを考えるの岩倉具視ですよ。頭いいですからね、あの人はね。はい、そして、文久元年に皇女、和宮の効果が実現したわけなんです。ところが、ね、そうするとやはり呼び戻しがあるんですよ。誰だこんなこと考えたのと。なんでそんな幕府ごときにね、天皇のね妹が嫁がなきゃならんのじゃと。ね、こっからはね、孝明天皇何とおっしゃってるかあんたら知ってんのかと。鎖国だと。ね、上位だと。
ね、攘夷っていうのは外国を打ち払うっていうのが攘夷ですから、来たらね帰れってやるのが攘夷ですからね。ここから攘夷なんだと。で将軍は開国だろ、とんでもないと。ね、でこんな皇女和宮なんていうのは汚らしい、和宮を降下させたと汚らしいってことになって、一気に尊王攘夷運動に火がつくんですね。で幕府と手を組んじゃいかん、ね、天皇を尊重しなきゃダメだ、ね、攘夷だってわけですね、尊王攘夷運動。そして桜の門外の変で井伊大郎が暗殺されましたけど、今度ね安藤信正が坂下門外の変で殺される一歩手前まで行きました。この、クーデターは未遂に終わったので、殺されませんでしたけど、これ坂下門外の変、はい、幕府の事実上のトップがね暗殺未遂を食らうわけですから、これはまたただでさえ虫の息だった幕府の力がさらに落ちるわけなんですね。はい、でここでちょっとね、この表を説明したいんですけども、これは日本中で最も分かりやすい幕末の勢力図です。これ以上分かりやすい図を描いた人は私以外いません。だいたい幕末維新って難しいんですよ、ね、旧体制と新体制でね、やるんだったら分かりやすいじゃないですか。フランス革命なんかそうですよね。旧体制とね、それを打破しようという新体制でもって、新体制が旧体制ぶっ壊して新体制に移行していくって分かりやすいですよね。ところが幕末の、この政局というのは何も幕府と朝廷が喧嘩しているわけじゃないんですね。難しいのは以前言いましたよね。ペリー来航によって、そしてハリスが通商条約を持ち込むことによって、ね、幕府が真っ二つに割れた。徳川親藩、徳川譜代大名も真っ二つに割れたんですよ。御三家も割れたわけだから、朝廷の中も真っ二つに割れたんですよ。日本中の大名真っ二つに割っちゃったんですよ。開国か鎖国かで、で最初は開国か鎖国かだったんですけども、だからまあそういうね幕府と朝廷の争いではない、だからそういう面で難しくて、またこの関係が自治刻々と変化していくから余計分かりにくいんです。これを、これまでねいろいろと幕末の政局を説明しようとした人たくさんいますけど、おそらくこの図表が最も分かりやすいんです。天皇を中心に考えると見えてきます。これ左右の軸はですね、鎖幕と対幕府強行って書いてあります。鎖幕というのは、まあ、朝廷から見て、幕府をもう支えるっていうね、いう意味なんですね。まあ、これはまあ公武合体と同じような意味です。幕府と朝廷が一緒になって、ね、だから幕府は朝廷 の力を借りたい、まあ、朝廷も幕府の力を借りて、ね、政治を安定させていきたい、まあ、それに対して対幕府強行というね、幕府なんぼのもんじゃいっていう感じになってくるわけですね。だから幕府をしっかりと持ち上げていこうというのと、幕府を軽んじる、そういう軸がまず左右であります。で上下はですね、今上は攘夷、下は開国と書きました。ですからペリー来航によって攘夷、ね、外国船を打ち払うべきだというのは攘夷です。それに対してもういいじゃないと、仲良くしよう、通商条約結んで仲良くしようというのは開国ですよね。はい、この2つの軸で見ないと見えてこないんです。でキーになるのはここです。孝明天皇、孝明天皇は生涯を通じてもうバリバリの攘夷派です、ね、そしてバリバリの砂漠派なんです。孝明天皇は幕府しっかりしてほしいと願い続けてきました。幕府の力を借りて攘夷をしようとしてるんですね。孝明天皇は幕府と共に攘夷をしようとしてます。これはずっと変わりません。このポジションは変わらないんです。でもその幕府は攘夷なんて考えてないんですよ。幕府首脳はこれ開国ですからね。幕府首脳は開国ですから。でも孝明天皇は幕府頑張ってくれと、そして一緒にね攘夷を成し遂げようってわけだけど、で天皇が言うから分かりましたはいはいって言うけども、実際無理だろうっていうね。幕府はもう首脳は開国ですから、はい。でも天皇が裁くと、幕府と共にね、日本をまとめていこうよというね天皇の強いラブコールを送ってくれたおかげで、まあこの開国派ね、まあ、開国派というのは後々公武合体派、まあ、ここら辺の皇女和宮あたりからは単なる開国ではなくて、このかつての開国派は公武合体派というふうになっていくわけなんですね。この公武合体派を作ったのは天皇ですよ。公武合体、天皇の理想ですから。幕府倒せなんてのは天皇は一言も言わないですからね。ひたすら幕府を応援する立場ですから、天皇が後ろ盾となってるんですね。でももう一つのグループができてくるんですよ。とにかく天皇は攘夷にこだわりましたよね。攘夷攘夷攘夷、
そうするとですね、尊王攘夷派でできてくるわけですよ。で、攘夷というのは尊王とセットなんですよ。孝明天皇がおっしゃってるじゃないかと。え、孝明天皇は攘夷派ですよね。将軍ごときが何を言ってると、天皇陛下は攘夷だろうと。だから攘夷と尊王がくっつくわけです。尊王っていうことは幕府クソくらいだった話になるわけですから、尊王ということはすなわち対幕府強硬なんですよね、はい、天皇が攘夷攘夷攘夷と叫ぶ、その度にほら天皇陛下攘夷とおっしゃってるじゃないか、幕府黙れと、陛下のおっしゃる通り攘夷をしなきゃいけない、これがですね尊王攘夷派なわけですね。で、天皇が攘夷攘夷って言うから尊王攘夷派ができました。天皇が裁く裁くって言うから公武合体って言うから公武合体派ができたわけですよ。そしてこの2つのグループがいがみ合うわけですよ、はい、日本は真っ二つに分かれました。尊王攘夷派と公武合体派ですよ。もう、ね、殺し合いをしますからね、はい。ですからもうね、ここら辺の攘夷の直ができて、母語の密直、安政の大国のあたりからもうこんな感じですよね、はい。で、要するにこのいい大路はこっちですよね。開国派であり、公武合体派ですよ。ね、そういうね、水戸藩が受け取ったりとかすると、公武合体が崩れるんだと。ね、余計なことすんなってわけで、こうね、もう母語の密直で安政の大国、公武合体派ですよね。それに対して弾圧されたのがここですよね。攘夷を煽った人たち。だから、まあ、母語の密直ですから手紙が渡されたことに対して、安政の大国が起きるんですけども、攘夷派はことごとく弾圧されたわけですよ。だからここで吉田松陰先生も処刑されちゃうわけですね、そして誰だと、ね、こんなこういう思想を煽ってるのは誰だと、尊王攘夷なんてものはあっちゃいかんということで攘夷派が徹底的に弾圧されるんです。だから井伊泰郎が政権握っている時はこっちが強かったわけですね、はい。そして尊王攘夷派は弾圧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 されたわけですよ。ところが井伊泰郎が殺されましたよね。そうすると一気に公武合体派がシュンってなってしまうわけです。力を失ってしまう。ほら見たことかと、やっぱり時代は尊王攘夷だってなるわけですね、はい。でそのね、幕府のトップも朝廷のトップも公武合体派なんですね。で、下級公家とか幕府の、首脳じゃない下級とか徳川の御三家とかがこっちなんですよね。だから幕府の中でも対立してます。朝廷の中でも対立です。で、天皇とかは公武合体派だけども、その下級公家とかは攘夷派だったりするわけですよ。朝廷も真っ二つに分かりました。幕府も真っ二つに分かりました。そして天皇が作り出した2つの勢力がバチバチあるわけですよ、だからこの天皇からすると尊王攘夷派は攘夷という点でね、一致しますよね。開国派、公武合体派は開国では一致しないけども、公武合体という理念を一致するわけですよね。だからこれね、要するに条約勅許拒否があったから2つできたんですよ、条約勅許拒否がなければ、まあ、天皇も認めたということで、こんな尊王攘夷なんか生まれませんよね、最初から公武合体ですから、公武合体派みたいなもの、幕府なんかなんぼのもんじゃないですから、もう意見統一しちゃいますからね。公明天皇が鶴の一声でね、条約勅許してたらね、2つの勢力に分かれることはなかったんです。だから条約勅許拒否というのは幕末の政局を作ったんですよ。これによって2つの勢力ができた。で、今後こっちが強くなったり、こっちが強くなったり、こっちが強くなったり繰り返すわけなんですね、はい。そして井伊泰郎が暗殺されたことによって一気に公武合体派が力を落とします。でも巻き返しを図るわけです。それが北条和宮の効果だったわけですね。だから岩倉具視とかね、幕府の首脳がここですから、彼らが画策をして、なんとか公武合体派が力を取り戻そうということで和宮降下をするんですが、坂下門外の変が起きてしまって、また公武合体派が力を落とすわけですね。そして今度はそこから先はしばらく尊王攘夷派が力を持つわけですよ。で、尊王攘夷派はですねまあこれから恐怖政治を敷くこと、いや恐怖で支配するんですね。公武合体に加担したやつを次々と暗殺していくわけなんです、はい。まさに天誅を食らわすってやつですね、ですから公家とか、岩倉具視なんてね、寸前のところで殺されるところでしたけども、ですから朝廷の上層部にいた、この公武合体派はことごとく失脚です、はい。そして、どんどん殺されて、
あの鴨川のところに晒し首になったわけですね。でも、江戸も京都も、まあ、特に京都は尊王攘夷派が支配する感じになりました。そして朝廷も、ね、公武合体派パージされちゃいました。岩倉具視とかね、あと、三条実美とかそういう公武合体派はですね全部失脚してねしまったわけですね。そして、朝廷政治もこの尊王攘夷派が支配するようになるわけなんです。はい、そこでですねどうなったかですが、あ、じゃあもう時間がこれ、じゃあここで一旦止めて続きは明日です。はい、毎度のことですけども、天皇の国史それから中学歴史教科書、ぜひね両方ともね、お手元にご用意してですねこの続きもご覧いただければと思います。あ、これも言っとこう。はい、チャンネル登録はお願いいたします。それでは今日は以上です。